マリオ・ハースは、オーストリア・グラーツ出身の元サッカー選手。ポジションは FW。オーストリア代表として 1998FIFA ワールドカップに出場した経験を持つ。1993年、オーストリア・ブンデスリーガに属す SK シュトゥルム・グラーツに入団。その後、グラーツの監督に就任したイビツァ・オシムの指揮の下イビツァ・バスティッチと共にゴールを量産し、 グラーツの黄金時代を築くメンバーの一人となった。UEFA チャンピオンズリーグ本大会、UEFA カップ本大会、1998年、FIFA ワールドカップ、フランス大会等への出場を果たしたハースは、恩師である、オシム監督に誘われ、2005年からは、J リーグのジェフユナイテッド市原、千葉でプレー。巧みなボールキープから味方にパスを供給した。 4月9日の大分取りにータた戦で J リーグ初ゴールを含む2ゴールを決めた。2006年ナビスコカップ準々決勝のセレッソ大阪戦、ファーストレグではハットトリックを決め、セカンドレグでは2ゴールを決めるなど決勝進出に貢献、決勝の鹿島アントラーズ戦でチームは勝利したが負傷し、前半28分で途中交代を強いられた。この時で追った、 人体不詳の治療のため、11月14日にオーストリアに帰国。結果的にそのまま、ジェフユナイテッド市原、千葉を退団となった。その後、2007年に、フルスの SK シュトゥルムグラーツに復帰。2012年12月1日の試合をもって、現役を引退した。その他の国際公式戦。ありがとうございます。